フクロウカは、超高フクロウ木に属するとが、アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシア、オーストラリア、日本羽毛は柔らかくて縁が細かい。そのため羽ばたいた際に音を発することなく、獲物に接近することができる。頭頂に、次回状の羽毛が生える種もいて、これらの種は、耳づくと呼称されることもある。 耳づくの由来は、諸説あり、耳がついているや、耳が突き出しているなどが元になったと考えられている。づくの和妙がある種でもハスミが発達していなかったり、逆に低くづくと和妙になくてもハスミが発達する種もいる。目は大型で頭部の正面を向く。網膜には、四季はないものの感度の高い細胞が集まり、暗所でもものを見分けることができる。また、目が正面を向くため、 物を立体的に捉えることができる。反面視野は狭く眼球が大きすぎるため眼球を回転させて周囲を見渡すことができないが、頸部を180度以上回転させることにより視野の狭さを補っている。時効は左右で異なる位置にあり、これにより獲物が発する音から正確に方向や位置を探知できると考えられ聴覚は発達している。講師には鋭い爪が生え、 捉えた獲物をしっかりと掴むことができる。以下の分類、英名は IOC ワールドバードリストに、属和名は種として山品に、種和名は山崎らに従う。は、絶滅を示す。森林、草原、砂漠などに生息する。主に夜行性だが、昼間に活動する種もいる。植生は動物食で、昆虫、魚類、両生類、鳥類、 哺乳類などを食べる。消化できなかった毛や骨は小さな塊にして吐き出す。繁殖形態は卵性で主に軌道に巣を作り卵を産む。放卵はメスのみが行う。多くの種が飛行時に羽音を立てないが、島ウをはじめとする魚食性のフクロウは羽音を立てる。開発による生息地の破壊や、それに伴う、 獲物の減少などにより生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。